ん？制服が人気の学校特集？ひよりちゃん？え、あ、ごめん。もしかして声に出してた？うん。あのね、制服が人気の学校って、ちょっと気になって呼んじゃった。マノ、今読んでるものキリがいい？もしよければなんだけど、雑誌一緒に見ない？あ、いいの？うん、ちょっとそっちに寄るね。ありがとう、ひよりちゃん。私も全然読んでないからどういう内容かわからないんだけど、いろんな高校の制服がいっぱい。なるほど、全国で人気が高い制服を紹介してるんだ。やっぱり雑誌に載るだけあるね。うん、どれも素敵だな。制服で学校を選ぶ人も、だってそういう選び方もあるんだね。確かに高校3年間で一番着るものだし、好きな服を着られたらいいのかも。私たちの学校も載ってたりするかな。どうだろう、探してみようか。ないみたいだね。うん、そうだね。マノの制服可愛いから乗ってると思ったんだけど、セーラー服ってスカーフでブラウスが白でスカートが紺色のイメージがずっとあったから、マノに初めて会った時少し驚いた記憶がある。制服、ネクタイとっても似合ってて可愛いなって。マノは高校を決めるときに制服のこと考えた？ううん、考えたことなかったかも。でも気に入ってるんだ。ひよりちゃんは？マノと一緒、全然考えてなかった。何でもいいって思ってたけど、でも毎日着てると愛着は湧いてくるかな。ねえマノ。何？ひよりちゃん。もしよかったらなんだけど、ちょっと制服交換してみない？は？あ、別に全部ってわけじゃなくて、交換できるところだけ。ごめん急に。もし自分がマノと同じ学校だったらとか考えちゃって。ひよりちゃん。何？私ね、ネクタイ結んだことないんだけど、大丈夫かな？大丈夫。私が結べるから。ごめん、マノ。ちょっとだけ襟上げてくれる？うん。こうかな。正面から結ぶって難しいな。マノ、そこで笑うと声が。ごめん、なんでもない。
なんだかちょっとくすぐったいな。すぐ終わらせるからもうちょっとだけ我慢して。ゆっくりで大丈夫だから。マノ、駅に着いたみたい。あと少しで来るよ。わかった、ありがとう。マノが来るまでにそのプリントを終わらせよ。え、だってそれ勉強会とは別の課題でしょ。そうなんだけど、せっかく集まるんだからおしゃべりもしたいよ。この前私が行けなかった時あったから、その分。ああ、制服交換した日。あれ？何それ、何それ、詳しく。あ、詳しくも何も、制服の話になってマノノとカーディガンとネクタイを交換しただけだよ。全然だけじゃないよ。楽しそう、私も交換子したかった。あ、めぐるは交換のしようがないんじゃない？あ、本当だ、私ポロシャツだった。うわ、じゃあ何か他のものでやる？日和、やりたいやりたい、何がいいかな。そんなになんだ。交換だから二人とも持ってるものがいいよね。そうだね。けど、それ交換して嬉しいの？あんまり。じゃあじゃあ、制汗スプレー。それでもいいけど、使うのって学校でとか事務所に着いた時とか、お互いが使ってるのを見えないタイミングなんじゃない？事務所に着く時間合わせたらいいのかもしれないけど。あ、そうだね。もうめぐる、目の前にいいものがあるのに見落としてる。ん？これ。すごいテンション高いね。だってぴったりだなって思って。すごいね日和、ありがとう。そんなに感謝されるようなことでもないけど。じゃあ交換、今使ってるものでいい？もちろんもちろん、日和がいつも使ってるやつがいい。これ使ったらプリントもバババーっと終わっちゃいそう。そんなわけないでしょ。もう